秋雨前線が停滞し、広い範囲で雨が降り続いています。大雨になっている地域では土砂災害に厳重な警戒が必要です。改めて土砂災害の種類と前兆について見ていきましょう。土石流とは、山の土砂や木、川底の石や土砂が上流でたまり、大雨によって一気に下流へと押し流されることを言います。そのため川に流木が混ざっていたり濁ることがサインになります。また川の水位が急に下がるということは、上流で川の水がせき止められていることになります。続いて崖崩れです。地中に大量の水分を含み、土の層から急激に斜面が流れ落ちることを言います。崖から割れ目、ひび割れが入るということは、すでに土の層に隙間ができ、土砂崩れが起きる手前になります。また崖から小石が落ちてきたり、山鳴りがすることも。山の木と木が擦れ合うことで異様な匂いが漂うこともあります。付近の斜面でこのような現象を確認した場合は、すぐに離れて自治体など機関に連絡をするようにしてください。続いて地滑りです。地滑りとは、粘土層など滑りやすい地層を境に地面がそっくり動くことです。大雨によって地下水が増加すると、摩擦が減って地面が動き出します。また一旦動き出すと完全に停止することは非常に困難です。土砂災害の前兆を見たり、小規模でも崩れた箇所を見つけたら、明るいうちにすぐにその場を離れ、周りの人に連絡をし、安全な場所に避難をするようにしてください。